皆さんこんにちは。2021年賃貸管理士取説解説講義第4回講義を始めたいと思います。担当はレクセニー講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さてそれではですね、今回はこちらのお話になります。はい、第2編の管理業法系のところの第3章ですね。賃貸住宅管理業法の2つの方式というところを見ていきたいと思います。はい、まあ結論から言いますと、前回のね、その解説動画の方でちょろっと触れましたけれども、管理受託方式というものと、あとはサブリース方式というものですね、まあ、この2つの方式になります。はい、でですね、まずは、こちら118ページ、管理受託方式、こちらから見ていきたいと思います。はい、まずですね、管理受託方式というのは何かというと、まあ、大家さんがいますと、大家さんがいた時に、ね、この部屋を誰かに貸したいというふうに、まあね、借りる人と賃貸借契約を結ぶわけですよ。ただ、まあ、大家さんがね、全部ね、やるっていうのも大変じゃないですか。ね、それこそね、維持保全とか、ね、家賃のね、やつとか、そういったものをね、ちょっとやるのも大変だなと思うので、それをちょっと業者に任せますというふうに、業者にお任せします。これが管理業者なんですね。ですので、ちょっとね、維持保全とか、あとはですね、家賃のね、そういったもろもろの手続きとかですよ、そういったものをですね、はい、ちょっとお願いしますっていうふうに、任せる契約、これが管理受託契約というものになります。でね、ここに関しては契約はしっかり結ばれてるんですけれども、はい、ね、ここは契約結ばれてますよ。ここは契約結ばれてますよ。はい、契約が結ばれてるんですけれども、ここです。管理業者は、まあ、もちろんね、この賃借人とやり取りはいっぱいするでしょう。ね、例えば、ね、家賃とかをね、こっちに入れてくださいっていうふうにお願いしてるんだったら、ね、家賃をこっちに入れて、それからね、大家さんに渡すっていうところを通るんだったら、ね、家賃のね、まあ、持ってったりとか、そういうところもね、やるでしょうし、まあそんな感じでですね、まあ、窓口になったりする場合がありますよね。この賃借人にとってこの管理業者というのは、まあ窓口になるわけですよ。何かあったら管理業者に連絡しましょうみたいな感じになるんですけども、だから管理業者はね、こういうね、賃借人に対していろいろやることもあるでしょうけれども、ここ見てください、点線になってます。そう、ここは契約関係はないです。いいですか。契約関係はありませんので、そこは見ておいてくださいね。そう、つまり何かと言いますと、まあ大家さんと契約を結んでるわけですよ。で、大家さんの代わりに、じゃあ窓口になりますよっていうふうに、言って、それでこっちといろいろ窓口になってやってるわけであって、あくまでここのところの契約関係はありません。だからここもね、賃貸借契約とかですね、管理受託契約って書いてあるんですけど、ここは管理業務、まあ要するに、仕事をしてますよっていうだけの話であって、別に契約関係はございません。まずそこはちょっと、今後学習する上でも重要になるところなんで、そこはしっかりまずは押さえておいてください。でね、この管理受託方式とサブリース方式って、まあ今後結構ね、いろんなところで出てくるわけですよ。まあ特に第3編の、賃貸管理業務系のところでもお話出てくるんですけど、その時にこの関係性がスッと頭の中に浮かんでるかどうかっていうのって、理解力にそのままつながっていきますので、まずはしっかりこのね、関係性をちゃんと理解しておいてください。大家さんと管理業者の間では管理受託契約という契約が結ばれる。ね、で、大家さんと、まあ、賃借人の間では賃貸借契約という契約が結ばれる。ただここに関しては契約関係は特にはないということになっていきますということなんですね。で、この管理業者は、はい、ね、この管理業者は登録という制度がありましたよね。はい、なんか義務化されたって言ってましたよね。そうです。一定の個数200個以上を管理する業者においては登録が義務化されます。そう、登録しなければいけませんということになったんですね。はい、ただし別に200個以上じゃないと登録できないってわけじゃないです。別に200個未満の管理個数でも、登録することは可能です。はい、登録することは可能です。まあ一応ね、
なんて言うんですか、まあ小規模だから登録しなくてもいいよと言ってるだけの話であって、まあね、登録することはできます。はい、登録することはできる、まあしなくてもいいんだけどもすることもできるね。でやっぱりまあね、それはあの制度を作った人間側からすればなるべく登録はしてほしいというふうに思ってはいるわけですよ。ただまあ登録をすると当然のことながら、あの登録した業者としていろいろ義務とかは発生します。で、あの登録した業者が、ちゃんと守らなければいけないものに関しては、実はこれね、これ今第3章で2つの方式についてまとめてますけれども、あの管理受託方式に関しては、これについて詳しくは4章と5章で、その、ね、管理業者がやらなければいけないこととかですね、そこは4章と5章で詳しく書かれております。で、まあ先にちょっと喋っちゃいますと、サブリース方式にも、まあ義務はありますんで、こちらも第6章のところでサブリース方式の業者が守らなければならないことっていうのが書かれております。ですので、まあ、今回管理住宅方式の話してますから、まあ、4章5章に、書かれてる内容は登録をしたんだったら守らなければいけないですし、登録をしたのであれば、守らなかった時に何かしらのペナルティを食らうことはありえます。はい、ですので登録することが可能ですというふうには言ってますけれども、まあ、登録をしたとするならばそれは当然のことながら、ね、そのね、この業法の適用対象ということになるわけですから、その業法をちゃんと守りながらやってくださいってことにもなるし、守らなかった時には当然のことながらそれはペナルティだって受けますよ、まあ、そういう考え方です。はい、さあ、それでは次です。じゃあこれ200個以上って言ってますけれども、じゃあこの個数ってどうやって数えるんですかっていうお話です。個数の数え方は入居者との間で締結されることが想定されるこの賃貸借契約の数で数えるんです。はい、こっちの管理受託契約の数で数えるんじゃなくて、こっち賃貸借契約の数で数えます。ということはですよ、例えばね、大家さんがね、1棟のアパート10部屋あったとします。その10部屋まとめて全部お願いしますよっていうふうに言いましたと。じゃあ10部屋分お願いしますって管理受託契約、つまり管理受託契約としてはその10部屋分お願いしますよという契約は1個ですよね。でもそうね、10部屋あるんだったら多分10人の人と契約を結ぶでしょうということになりますので、そう、1棟のアパートに10部屋ある場合には10個として計算をしていくということになります。でこれシェアハウスでも話が一緒で、シェアハウスを1棟管理している場合も、例えばそのシェアハウスが10部屋あるっていうような状況であるんだったら10個として数えていきます。ちなみにですね、ここにもある通り、あの空室があったとしてもそれは10部屋として数えますので、空室もちゃんと1部屋で考えますよ。あの賃貸借契約の数だから、ね、賃貸借契約が結ばれない間は、ね、数にカウントしないんでしょうとか、そういうことではないということでございます。はい、それでは次です。管理住宅契約は一般的には準委任というふうにされています。ですので、あの委任のルールがそのまま適用されます。民法で委任っていうのがありまして、でその委任のルールが適用されるんですけれども、まあ、ちょっとねこれ、この先にね委任だということが前提で、まあ、ここを119ページとか、120ページの真ん中ら辺のところまでは委任についてのお話がガーッと載ってるんですけれども、ちょっとそれを喋ってると今回、管理住宅方式だけの説明で終わってしまいますので、ちょっとすいません、その委任の話はちょっと飛ばさせてもらいます。はい、ということで、120ページに飛びます。もう一つの方式、サブリース方式について、学んでいきたいと思います。はい、でこのサブリース方式なんですけども、まあ、サブリース要するに転貸ですよね。ですから大家さんが、サブリース業者に貸しますと。で、その貸したそのサブリース業者さんが、別の誰か入居者に貸しますということですよね。ですので、まあ、これは第一章の法令系のところでやっている、転貸借にあたるわけですよ。転貸借にあたりますから、例えば、ここをね家賃10万円で契約しました。でそうしたらこれを12万円で契約しましたって言ったら、サブリース業者には毎月ポケットの中に2万円ずつ入ってきますよね。例えばこれが、10部屋あったら20万円、ね、100部屋あったら200万円の利益ってことになるわけじゃないですか。だからこうやって利益を出していくのがサブリース業者というものです。だから10万円で借りて12万円で誰かに貸せば、ね、利益が2万円出るよね、まあ、こういう発想になっていくわけなんですけれども、では
サブリース天体やったら全部サブリース方式として、規制受けるんですかって言ったらば、そうでもないです。サブリース業者、つまり特定天体借の自動車、特定天体事業者ですね、特定天体事業者、これが、適用対象となります。はい、それは何ですかって言ったらば、事業を営むことを目的としてサブリース契約を行う事業者。だから今のような、感覚ですよね。今のような感じで、例えば10万が12万になるから2万円入る、あ、10件あれば20万円入るみたいな、まあ、こういうようなことをやっている業者ですね。これが適用対象になります。ですので、基本的にその営利の意思を持ってね、儲けるぞみたいな感じの気持ちを持って繰り返し繰り返し転貸することを言います。ですので別に営利の意思を持ってない場合とか、ね、営業するぞ利益出すぞっていうね、そういう意思を持ってない場合や反復継続性のない場合っていうのはこれには当たりません。はい、ですので例えばですね、何ですか、じゃあ例えば私が、一部屋持っていたとして、でそれをね、なんか親戚かなんかに貸していましたみたいな感じで、じゃあそれでね、この特定天体事業者に当たりますかって言ったら、それは当たらないでしょうっていう、そういうお話になっていきます。ですのでサブリースやってりゃ何でもかんでもってわけではないです。営利の意思を持って反復継続して行ってるということになります。はい、よろしいでしょうかね。まあ具体的には第6章のね、1番のところに特定賃貸借契約から除外される場合みたいな感じで書いてあります。はい、例えばまあね、こんな親族である場合とかですね、うんとかですね、まあそういった、このものは、除かれますよっていうのは136ページのところに載ってますので、まあそこは136ページあたりと、ちょっとね合わせてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、こちらなんですけれども、はい、なお、特定天体事業者と扱われれば、自動的にこの法律の適用対象になります。なので、先ほどのそのね、管理住宅方式だったらば、登録制度というものを設けて、登録をした業者が適用対象ってことになるわけじゃないですか。ですけれども、これはもう特定天体事業者だっていうふうな扱いになると、自動的にこの法律の適用対象になるので、登録制度は設けてはおりません。はい、でですね、まあそもそもなんですけれども、なんでこれ、ね、やっぱりね、規制を加えてるんですかって言ったらば、まあ、これ121ページに載ってるんですけども、まあ、皆さんこれ121ページじゃなくてこの図を見ながらね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、まずサブリースってさ、宅建業法を思い出してみてください。はい、これってどうですか。そう、ここって自ら貸借ですので、宅建業法の適用はないですし、そう、天体も自ら貸借になりますよね。天体も自ら貸借になりますので、そう、宅建業法の適用がないんです。つまり今回これを宅建業法で取り締まりようとするのは無理なんですよね。だって宅建業法の適用ないんですもん、ということになりますので、そう、悪質な業者を取り締まるって、それ宅建業法で取り締まるっていうのが難しいんです。なんでかって言ったら宅建業法の適用対象外だからです。はい、なので、そう、だから宅建業法とは別の法律が欲しかったっていうのが、まあ正直な話なんですよね。なんでかって言ったら、だって宅建業法の適用がないってことは、要するにそれを取り締まる法律が何もないってことですから、まあ結構好き勝手できちゃってたってことなんですよ。で、好き勝手できちゃってただけならまだいいんですけども、さらなる問題点があるわけですよ。それは何かというと、じゃあちょっとここで考えてみますよ。はい、ちょっとここの間側で考えてみてください。つまりここで考えてみてください。ここで考えると何かって言ったらば、これって賃貸人、賃借人じゃないですか。そう、わかります。建物の賃貸借契約をしてますよね。で、一時利用じゃないですよね。っていうことは何かというと、そう、わかりました。借地借家法が適用されちゃうんですよ。借地借家法が適用されてしまうので、そう、何かって言ったら、保護されちゃうんですよ。そう、むしろ保護されてしまうんですね。だって、貸し主、借り主じゃないですか。ということになりますので、そう、借地借家法って、借り主保護ですよね。ということになりますので、そう、保護されてしまうんですよね。ということになりますので、そう、ね、
悪質な業者に宅建業法の適用はないわ、ね、保護はされるわっていうことになるので、いやこれちょっと野放しにしとくのはまずくないですかっていう話になってきて、じゃあね、ちょっと法律を新しく作ってそれで規制を加えていきましょうっていうですね、そういう発想になっていったんですよ。ですのでそれで、今回ね、賃貸住宅管理業法というものが、制定されたというふうに押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうかね。で、これを理解していただければ、これからね先勉強するにあたって、例えば4章5章はここの管理住宅方式で、ね、登録をしている業者のいろんなお話で、6章は、サブリース業者で、まあ、これは登録制度はないですからサブリース業者全体どういう規制をするんですかっていうですね、そういうお話ということになっていきます。ですので、まあ、これを踏まえた上で4章5章6章の勉強へと進んでいっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではですね、今回はこの辺にて終了したいと思います。それでは、また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。